What's up, ladies and gents? どうも皆さん、バンチャーテトマーキュリーです。究極の縛りシリーズ第2弾、イタリアのサピエンサ、明日の世界編ですね。今回も気絶なし、殺害なし、発見なし、スーツのみ、ノーダメージ、物持ち込みなし、物投げるのなしでクリアしていきたいと思います。まずは2階にいる、中にいる人をベルで呼び出して、その人がそのまま遠くに行くように水道を漏らす。水を漏らす。すると、こいつがこのまままっすぐ行くので、彼がまっすぐ行ったことを確認してから中に入る。で、中に入ったらそのままバルコニーを伝って、外に出てですね。で、この壁を伝って、キッチンに入っていきます。ほい。で、入りましたら、すぐ小部屋から外に出る。次、正面に監視カメラがあるんですけど、ピストルとか持ってなくて、撃つことができないので、階段の方側から行って、ここを登ってください。そうすることで、カメラに見つからなくて済みます。中に入って、扉を出てすぐ右ですね。まずはシルビオ・カルーソの、罠をセットアップするところから始めます。で、セッティングアップしてる最中に、フランチェスカ・デ・サンディスを暗殺するといった感じですね。ここまっすぐ行って、扉入ってすぐ右。螺旋階段を一番上まで登るとビデオテープがあるのでそれを取ります。で、それを取ったらビデオテープを再生するんですが、ここちょっと注意点で、扉に入るとですね、反対側から敵が来てるんですけど、その敵にわざと見つかってください。その見つかってくださいというか、なんていうかな、注意を向けさせる、ここで。はい、これであいつは扉の前まで来ます。で、もちろん扉の前まで来た後は後ろを振り向いて戻るので、その戻る時にね、一瞬背中を見せるので、その間に階段を登ります。そうしないと、この隙に、この間に登ります。で、これをしないかったら、扉出たらあいつが待ち受けてるっていう感じになって見つかっちゃうので、必ずあのやり方で、ターゲットを一旦おびき寄せてから、背中の後ろを行くと。いう感じで行ってください。で、もうすぐシルビオ・カルーソがあの部屋に、今先ほどテープを挿入した部屋に来るので、やつが戻ってくる前に、速攻2階に上がって、フランチェスカ・デ・サンディスを暗殺します。あれがフランチェスカ・デ・サンディスよ。おいよ。屈伸する暇はないんでね、ここはもう手早く、とっとと死んでもらいます。で、この際に、バイオ研究所のカードキーを必ず一緒に拾ってください。それ忘れちゃうと、ちょっとあれなんで。で、今からシルビオ・カルーソのところに戻るんですけど、このフランチェスカを暗殺している間に、ちょうどやつらが、もう室内に入っているはずなので、タイミングを合わせるために、ここは素早く行ってください。これタイミングミスっちゃうと、中から出てくる2人のガードに見つかっちゃうので、手早く。で、ここもうすぐすると、シルビオ・カルーソと一緒にいる2人のガードが外に出ていくので、彼らが外に出たら、シルビオ・カルーソを暗殺する。はい、出ましたね。あれがシルビオ・カルーソよ。ここは屈伸する余裕があるんで、こんなのちょっとしてみる。あばよ。はい、さよなら。これで2人とも暗殺完了。まあ、大体3分ぐらいで何も使わずに、物も投げずに暗殺なんで、割といいかなと思います。で、ボックスの中にボディを入れて、最後、ウイルス破壊ですね。でウイルスを破壊する際は、ピストルを使う必要があるんですけど、持ってきてなくて、何も持ってないので、相手のピストルを奪って、そのピストルを使うことになります。ただ、気絶なしなので、敵を気絶させて敵のピストルを奪うということができないので、落ちてるピストルをちょっとだけ、借りるという感じですね。でこれ、すぐ真右に敵がいるので、ちょっとタイミング見計らって、この木の後ろにいるやつね、あいつにバレないタイミングで行きます。はい、OK。で、こいつの後ろを通って、もうちょっと行くとバイオ研究所への道があるので、フランチェスコ・デ・サンティスから拾った、カードキーを使って、ガチャンと扉を開けると。扉を開けてまっすぐ行くと敵の兵士が一人いるので、彼が後ろ振り向くまで待ちます。あいつ。今後ろ振り向いてるけど、危険なんで。はい。で、彼が後ろ振り向いたら行くんですが、彼のすぐ横にあるテーブルの上にピストルが置いてあるので、そのピストルを借ります。まあ、借りるというか、永遠に借りるというか。現地調達ですね。
はい。で今度ピストルで上のツララバリを撃って破壊するんですけど、その上のツララバリを撃つ場所なんですが、私が以前見せた場所から撃つと銃声が聞こえるので、サプレッサーついてないのでね、それで見つかっちゃうので、銃声が聞こえてもバレない位置まで移動して、そこから安全に狙撃をします。そこからだと一発ぐらいだったら銃声バレますけど、見つかったことにはならないので、いつも通りここから進んでいく、まっすぐ行く。でここから以前は撃ったんですけど、今回はもう一歩奥に行って、この白色のところの後ろ側から一発。はい、銃声に気づかれたってなるんですが、見つかったことにはならないので、サイレントアサシン取れるはずです。はい、ということでどうも皆さんありがとうございました。今回もスーツなし、スーツのみ、日差しなさすがな、酒なしのダメージ、アイテム投げるのなし、アイテム持ち込みなしで、サイレントアサシン2つ目獲得できました。次もマラケシュ挑戦していきたいと思います。すみません、ピースアウト、バイバイ。